おはようございます。速稼塾の久保です。今日は1月6日の朝6時9分で相場解説をしていこうかと思います。昨日までの振り返りなんですけども、年が明けてずっとですけどもね、去年からセルさえしとけば負けることがないということで、セルをねずっと進めてたわけなんですけども、結局昨日もセルで取れたと思うんですよ。私ね、バイの方に向かうんじゃないかなと思うこともたまにあるんですけども、そのセルの中の小さいね、バイってのはあるわけなんですよ。だから往復ビンタって言って両方取ることもできるんですけども、私が考えてるのは、その小刻みにバイを狙うよりも、上がりきったところでもう一回セルを入れる、上がりきったところでまたセルを入れるって形で、ちょっとね、セルを入れるときとポジションを持つときと、ポジションを持たずにずっと眺めている、その上に向かっているところをね、ずっと見ておくっていう風にして、緩急をつけていこうかと思うんですよね。両方取れる方は取っていただければいいんですけども、私の場合はね、リスクを抱えるよりも、取れるところだけを確実に取るということで、固くいくことしかないかなと思います。こういう考えだからね、去年も、目標金額1000万を突破しなかったのかもしれませんけども、でもね、800万ちょっと勝てば十分だなというところもありますんで、今年こそはと思うんですが、とりあえず目の前の勝ちを積んでいきましょうか。今日も相場解説、画面を切り替えながらやっていきましょうね。はい、ではですね、まずデイリーから見ることになりますけども、もう同じですね、これはね。日足もうずっとこうですもんね。もう言うことないですよ、これ以外に。だからもうセルかけとけば間違いないよっていうことしか言えないです。この移動平均線の流れも同じでしょ。こう来てずーっと下がっちゃう欲張りで、あとはこうですか、ぐーっと下がってるというところですよね。これバイで入る人いるんですかね。ここはびっくりしましたよ、ここは。あとここの流れとかね、ここの流れもちょっとありましたけどもね。でもセルですよね。瞬間的にやられることはあっても、基本的にはずっとセルでいいんじゃないかなと思います。で、4時間、今回4時間はね、そっけないですよ。もうセル入りゃいいじゃんみたいな感じしかないんで、ですんでね、こう来てとこんな感じですかね。これがまだ続いてるってことです。だからこれがご飯になるんですかね。これがご飯が引き続きこう勢いを出しているということですかね。これが4つ目の波動。ちょっとね、波動のこともちょっと言っておきましょうかね。エリオット波動とかね、ああいうのは私苦手だったんですけども、ちょっとだけこの波動のことも言いながらお話していこうと思います。で、ちょっと切れてるんですけども、これが1なんですよ。ここに1があります。1回目があって、2回目があって、3回目出て、4回目、そしてここから大きく下に行くわけですよね。で、1時間の方を見ていきましょう。波動についてはまた時間取ってやりますからね、ご心配なく。で、昨日なんですけども、こういう風な図を見ましたよね。だから上がりきったから、ここのゾーンに押されて下に行くんだよってことですよ。ブワッとね、ブワッと。で、昨日私もですね、103円の047から103円の119までの72ピップス取ってるわけですよ。72ピップスね、ワクワクしますよね。72ピップスをロット1で取ったらどういうことになるかってことをちょっと計算してみてくださいね、これね。本当報告ですよ、このセルさえかけとけば。ということで昨日はね、お宮参りというか初詣に行ってきたわけなんですけどね。はい、本日の相場解説は以上でございます。ちょっと相場解説よりも振り返りをしただけかなっていうところがあります。これからも、でも基本的にはセル戦略でいいと思いますんで、このセルがね、逆撃を食らって、大きなロスカットを食らうまでは、ずっとセルで押していけばいいと思います。もう他にね、特に言うことがないんですよ。だからちょっと余裕があるんで、暗号通貨のこともね、ちょっとこう、動画にしていこうかと思いますんで、そちらの方は一般公開で出していきますんで、ビットコインなりね、イーサリウムなり、XRP はちょっとね、いまいちですけども、ビットコイン、イーサリウム、そしてエーダコイン、この3つがある限りはもう安泰かなというところがあります。あとはね、そこで決済できるかの問題なんですよ。私の場合はまだね、決済が何もできてないんで、このまま含み益のままね、ぬか喜びで終わっちゃうかもしれません。それが暗号通貨の世界かなと思いますんで、適当なところで決済して、そしてね、課税を確保していこうかなというところでございます。同じように FX も、XM 証券ですから、ちょっとね、課税額大きいですけども、決済のタイミングをよく見とかないといけないですよね。はい、ということで本日は以上です。ありがとうございました。